で戦闘に運転。または飾りのために猿が座り、客を乗せて走る。電車のこと。愛称はおっさの。電車、新幹線車両を模した。お猿電車を去る。電車は1948年9月23日に上野動物園で営業開始した。当初の運用はバッテリー駆動の電気機関車を猿が運転して客車を兼任する方式で乗客は子供。 金額は3円であった。猿が運転しているため、気ままにバックしたり、止まったりすることがあり、それも売りの一つであった。お猿電車は、スタートすると、たちまち人気アトラクションとなった。その後、猿の訓練が大変であること、10歳以上の猿は、凶暴性を帯びて乗客に危害を加える、可能性があることなどを理由に、1955年、 頃には猿による運転が中止され、係員による操作に切り替えられ、猿は先頭車に座るだけとなった。後に再び猿の運転になった。1962年5月には、開園30周年を機に、大幅な改装が行われ、機関は、従来の 455mm から 520mm に、機上は 6kg から 9kg に、終電方式は、 直流第三機乗方式になった。車両も大型化され、先頭車は当時開業間近であった、新幹線車両を模したものとなった。しかし1973年に、動物の愛護及び管理に関する法律が制定。お猿電車は、猿に多大な負担をかけるという判断から、動物園は廃止を決定。 お猿電車は1974年6月30日に廃止された。最終日にはさよならお猿電車が開かれ、今まで運転する側であった猿が乗客となる場面もあった。お猿電車についての諸背景を以下に記す。お猿電車の誕生には太平洋戦争が大きな影響を及ぼした。空襲によって、 動物園の檻が壊れて猛獣が逃げ出すことを恐れて、象やライオンといった人気のある動物が殺処分された。結果、終戦時の上の動物園には人を呼べるものがなかった。こうした中で、子供たちへの企画の一つとして、お猿電車は誕生した。なお、お猿電車を世に生み出したのは、ロボット研究家である、相沢二郎と言われることがあるが、相沢が、 上野動物園に提案したのはロボットが運転する電車であり、猿が運転する電車を考えたのは上野動物園側である。ただし、完全に縁がなかったわけではなく、初代お猿の電車は相沢が提供したロボット電車に猿が登場していた。また、このお猿電車は子供向けのアトラクションの他に、動物心理学の実験、猿の知能の紹介といった目的もあった。 上述した通り、お猿電車の廃止は動物園側の考えによる。ところが、お猿電車は動物愛護団体の圧力で終了したというイメージが広く知れ渡っている。これは、お猿電車の廃止決定後、存続派と動物愛護団体との激論をテレビなどのマスメディアが大きく取り扱ったためである。ありがとうございます。